そういったわけでございまして、ギターフロンティアへようこそ。本日も一つ最後までよろしくお願いいたします。今日はですね、こちらです。意外とね、意外と当店でそんな入ってこないんですよね、フェンダーのアコギ。今日は型番で言うと、型番というか名前がついてまして、フェンダーキングマンというね、アコースティックギターです。エレアコとかじゃなくて本当に純粋なアコースティックギター。韓国工場で、おそらくこのシリアルからすると2006年製だと思われます。まあまあちょうどね、少し乾燥も進んでいい感じの頃だと思われます。で、そんなにね、目立った傷だこんとかないし、非常に状態いいんですけど、こちらのカメラでまずは確認してみてください。はい、それじゃあ細かいところを見ていきましょう。フェンダーのキングマン、ね、2006年、どうでしょう。全然こう傷っていうのは、傷らしい傷ないですね。ピックガードに若干のピックの擦り傷的なのは若干あります。で、よく見ないと分かんない。フレットはそうだな、8割ぐらい残ってる感じかな。十分綺麗です。指板もね、汚れもそんなないし、そんなというか全然ない感じで、ローズウッドの指板が綺麗です。ヘッドのロゴもすごく綺麗。はい、ペグは若干のくすみあるね。15年経ってますんで若干の、はい、後ろにしてみます。はい、こんな感じで若干のくすみね、まあ、ピカピカってわけじゃないけど、でもまあそんな汚いって感じはしないです。ネックの後ろもすごく綺麗ですよ。ほら、ほんとあんまり使われてなかったと思います、多分このギター。後ろも目立った傷だこんはないですね。サイドも、ね、こんな感じで綺麗ですよ。はい、ね、こんな感じです。ちょっと早かったはい、こんな感じです。このピックガードの形がちょっと独特ですよね。はい、そしてこちらがですね、純正の、まあ、ソフトケースですね。フェンダーアコースティックと、こういうロゴとイラストが入ってます。まあ、正直これはもうおまけ程度です。正直そんなにいくわつもないしね、こういったケースは一応付きってことですね。ということで、フェンダーのキングマンです。はい、そういうわけで15年経ってる割には綺麗だと思いますよ。そんな目立った傷だもんないですもんね。さあ、そして大事なのは弦高チェックです。6弦12フレット上で約、そうですね、2.23、ね、低いと思います。ナット幅、そうですね、ほら細いかも、これ 41.5、 42ギリない感じで、握りね、ネックの握りがかまぼこと三角の中間って感じです。少し三角っぽく感じる感じね、こんな感じです。さあ、それではですね、サウンドどんな音がするんでしょうか。まずは指でサウンドホールの真上でいってみます。うん、綺麗な音。ブリッジより、ネックより、弦なんですけど、僕はいつもね、エリクサーの、
普通のブロンズのカスタムライト貼ってるんですけども、同じエレクサーのカスタムライトなんですけども、これはフォスファーブロンズなんです。今日は色違うでしょ、ほら河村さん分かる、いつもと色違う、うん、分かります。これなんで今日に限ってフォスファーブロンズを貼ったのか、今日は C さんですけど分かりますか、 C さん。なんででしょう。これはですね、先日たまたまですね、私の発注見てですねあまりにもフォスファーブロンズが余ってしまいですね、本当ですね、ちょっとこれにちょっと使ってみようかなと思って、あの正直ね、これはもう本当あれですよ、あの僕の個人的なね好みなんですけど、フォスファーブロンズでちょっとギラギラしすぎて僕嫌だなと、本来の機能ね、あの個性とか逆に死んじゃうんじゃないかなと思って勝手に思ってるんですけど、逆に言うとあのもうちょっとキラッとしてほしいな、もうちょっとキレを出してほしいなっていうギターがあるわけじゃないですか。そういうふうに貼ると良かったりするんですね。ですからあの今日ね、そういうこと言うとあれなんですけど、このギターこれ貼ったら意外といいなっていう感じがしたので、これはこれでギターには合ってるのかなと、まあ言い訳じゃないですよ、言い訳じゃないですよ、本当にいいと思っていますね。さあ次はですね、ピックを使って聴いてみます。まずサウンドホールの真上で、ほら抜けてるよね音ね、結構低音来るし、ほらブリッジより、うん、熱狂り、こんな感じで、優しい音も出るね。最近あの自分の動画をこの間改めてよく見直してみたときに、ついついこうなって弾くよね、体が前に出て頭が、だから頭がでかいって言われるんだよな。実はそう思ったことある？俺頭ないですよ。だって俺よくあのコメントで顔でっけえっすねとか頭でっけえっすねとか散々書かれてさてめえと思ったけどね普通俺よっぽどちょっと反応しようかなと思って炎上するからやめましたもん。ギリギリ抑えましたよ本当に。俺も人間だからさ、まあ、容姿のこと言わんといて本当にね、ダメ。あのよく言われるのがギター下手とか、それはいい、まあそれは確かに下手、でもね頭でかい顔でかいっていうのやめて、本当に気にし、ちょっと気にしてんだよ本当にね。だからこうするとどうこうすると、いやなんでしょうね、顔でか、顔でか、いつもの方が絶対いいですね。はい、はい、またどうでもいいこと言ってしまいました。じゃあちょっともう一回ね、ピック使ってこう、まあそういうことで昨日はね、我らがねジョン・レノン大先生の命日でしたけどね、あの昨日12月8日皆さんよくご存知だと思うんですけど、そういうわけでビートルズのねジョン・レノンさんのもう亡くなって41年、すげえな、俺19、20歳だったんだよ、だからねもう今この年になっちゃって、でも僕の記憶の中では本当ついこの間のことのように僕覚えてるんですよ、ね、本当あの日新潟雪降ってたんですよ、今でも覚えてる。昨日ちなみに僕あのちょっと所用といいますか仕事が若干ございまして、2年ぶりに東京出張行ってきたんですね、ですからせっかくなんでちょうどあの一緒の仕事の関係の人が、今日ゲリさんあれですよね、あの真珠湾攻撃の日ですみたいな、あそうだなって、じゃあせっかくならっていう、たまたま近くの駅だったんで、あの靖国神社行ってきたんですけどね、はい、あの今日の動画の最後に全然関係ないですけど、そんな映像ももしよかったら見てくださいね。さあ今日はですね、こちらフェンダーのキングマン、まあ、あのまあまあ程度はいいと思います、十数年経ってますけど、こちらのギター、先ほどの純正のソフトケースなんですけど、そちらがつきましてお値段がですねお安いと思います、この
とにかくフェンダーのこのヘッドね、これが好きな方にはたまらないと思います、ぜひともこのギターで年末年始過ごしていただけたら、そしてさっきの話じゃないですけどね、ちょっと僕がこんなこと言うのも本当におこがましいですけど、やっぱり今平和なこの世の中にね、感謝してジョン・レノンの歌を歌いながらイマジンでも歌って、やっぱ平和をね、ちゃんと僕たちももう一度ね、ありがたいな、先人たちのね、やってきたことも本当のおかげさまですからね、もう本当感謝込めて、ギターが弾けるってこと平和なんだよなと本当思います。さあ、そんな思いを込めて、もしよかったらこのギター弾いてみてください。お値段は税込みで39,800円です。よろしくお願いいたします。ということで、この後にですね、私の出張の途中のシーンを一瞬だけ見てくださいね。一瞬だけ、あの、言っときますけど、反論は一切受け付けませんので、ね、一つよろしくお願いします。ということで、今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。はい、そういったわけでございまして、今日私はですね、なんと東京にちょっと出張に来ております。ついでにこんなところに来てしまいました。どうぞ。国立競技場です、ね、オリンピックが行われました今年。本来であれば私もこの競技場でですね、競技に出る予定だったんですね。その競技は何かというとですね、ギター磨き選手権、誰が一番早く磨くんでしょうね、そんな競技があったら僕はね、そうだな、銅メダルくらい取ってたんじゃないかななんてね、思ってますけども、でも立派ですね。今日あいにくの雨なんですけども、本当に立派、でかい